偉大な金正日国防委員長の逝去12周期に際して、全国の人民は社会主義強国建設事業の勝利的前進と完成を目指す創新運動に不滅の生命力を与え、万民の太陽として永遠に生きる国防委員長への募る懐かしさを抱いて、父の最高聖地を最も敬虔に仰いでいます。朝鮮労働党総書記で朝鮮民主主義人民共和国国務委員長である敬愛する金正恩同志が12月16日クムス山太陽宮殿を訪れました。朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会のキム・ドクフン、チョ・ヨンウォン、チェ・リョンヘの各委員をはじめ、党と政府の幹部と党中央委員会各省中央機関武力機関の活動家が参列しました。尊厳あり強大な社会主義朝鮮の偉大な映像であり、我が党と革命の永遠なる領袖であるキム・イルソン主席と金正日国防委員長が衛星の姿で安置されているクムス山太陽宮殿は最も崇高な雰囲気に包まれていました。キム・イルソン主席と金正日国防委員長の立像に金正恩総書記が捧げる花籠が献じられました。朝鮮労働党中央委員会、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会、朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議常任委員会、朝鮮民主主義人民共和国内閣の名義による花籠が献じられました。金正恩総書記は主席と国防委員長の立像を仰いで崇高な敬意を表しました。金正日国防委員長が生前の姿で安置されている衛星ホールを訪れた金正恩総書記は、父の赤旗を高く掲げて長きにわたる革命指導史を英雄的闘争と人類史的業績で綴り、我が党と国家が永遠に上昇一路をたどることのできる尊厳と繁栄の堅固な礎石を築いた国防委員長に慎んで衛星祈願の挨拶を捧げました。参列者皆は敬愛する金正恩総書記の思想と指導に一心に忠実に従い、社会主義我が国家の全面的繁栄、変革的発展のための聖なる闘争の先鋒で、堅忍不拔の闘志と果敢な実践力を100倍にして、父の革命偉業の新たな勝利を必ず収める厳かな誓いを立てました。偉大な金正日国防委員長の逝去12周年に際して、マンステの丘の偉大なキム・イルソン主席と偉大な金正日国防委員長の銅像に、国際機構と各国の政党団体個人から花籠が贈られました。国際武道基金理事会とチュニジア未来流れ党中央委員会、ドイツ判定フォーラム、そしてイタリア国際グループのジャンカルロ・エリア・バロリ理事長と、赤道ギニアのサンティアゴ・メケメサ元農業省国務書記からの花籠が16日主席と国防委員長の銅像に捧げられました。偉大な金正日国防委員長の逝去12周年に際して14日カンボジア王国ノロドム・シアモニ国王とノロドム・モニニエット・シアヌーク大王妃から朝鮮大使館に花籠が贈られました。太陽のように明るく微笑む偉大なキム・イルソン主席と偉大な金正日国防委員長の写真に花籠が捧げられました。朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議常任委員会が11日政令第1502号、祖国解放戦争勝利記念塔の中心テーマの勝利像に人民賞を授けることについてを発表しました。政令は、偉大な年代に敬意を表すという不滅の金文字が光を放つ祖国解放戦争勝利記念塔の中心テーマの勝利像は、偉大なキム・イルソン主席の卓越した導きのもと、朝鮮人民軍と人民が判定対決で収めた誇らしい勝利と比類のないヒロイズムを象徴する大記念碑で、
年代と世紀を継いで勝利だけを轟かせていく英雄の国、英雄人民の強い気概である。共和国に不滅の栄光と名声を与え、朝鮮人民の心に年々再々誇り高く追憶する勝利の歴史と伝統を刻む勝利像とともに、偉大なキム・イルソン・キム・ジョンイル朝鮮の百戦百勝の歴史は引き続き流れ、不正室の偉人である敬愛するキム・ジョンウン総書記を革命の陣頭に高くいただいて、勝利は今日も明日も永遠に朝鮮のものになるだろう。不正室の偉人たちの精力的な指導のもと、思想性と造形芸術性ともにパーフェクトな労働党時代のモニュメントとして立派に完成されて、朝鮮人民に必勝の信念を与え、英雄的戦いへと力強く励ます、祖国解放戦争勝利記念塔の中心テーマの勝利像に人民賞を授けると述べています。ケソン市農業経営委員会徳アム農場の複数の村に110棟余りの300所帯の平屋低層住宅、段々式の住宅が建てられました。13日の入居式に朝鮮労働党ケソン市委員会チャンミョンギ書記と関係者が出席し、建設者と新居入りする農業勤労者が参加しました。ケソン市人民委員会チェ・ギョンナム委員長は祝辞で、農場の村の移り変わりは人民が一番待ち望む住宅の建設を最も重要な政策課題とし、精力的に導く敬愛する金正恩総書記の正しい導きの賜物だと述べました。住宅利用の証書が手渡され発言がありました。15日、平壌のマンギョンデ学生少年宮殿の前で、国中の少年団員が寄贈する少年王バスの贈呈式が行われました。朝鮮労働党平壌市委員会キム・スギル責任書記、朝鮮労働党中央委員会リー・ドーソン部長と関係者、青年同盟の活動家、平壌市内の生徒たちがこれに参加しました。社会主義愛国青年同盟中央委員会ムンチョル委員長が贈呈の辞を述べました。ムン委員長は、国の旅客運輸問題、大衆交通運輸問題の解決のため不眠不休の労苦を尽くす敬愛する金正恩総書記の気高い意にのっとり、生徒たちが用意した少年号バスは国の繁栄に尽くそうとの少年団員の愛国心の結晶で、首都の旅客運輸に役立つだろうと述べました。少年号バスの贈呈書が市と旅客運輸部門の人に手渡されました。ついで発言がありました。贈呈式の後、生徒たちに見送られて少年号バスが出発しました。平安北道乗馬クラブが進行しました。新義寿市の風光明媚なところに新築された乗馬クラブには、乗馬コースと乗馬場、訓練場など乗馬運動と教育に必要な一切の条件が揃っています。竣工式に朝鮮労働党平安北道委員会新ドンチョル書記と関係者、建設者、乗馬クラブの従業員、新義寿市民が参加しました。竣工式で発言した人は、平安北道乗馬クラブは人民の最高の文明のため労苦の限りを尽くす敬愛する金正恩総書記の指導による総合的な乗馬サービス施設で、労働党の意図に心から従う道民皆の奮闘による誇らしい創造物だと述べました。竣工式の後、参加者は乗馬クラブを見ました。ハムギョン南道森林科学研究所が竣工しました。研究所の観光により、道内の森林造成と保護での科学技術上の懸案を解決できる物質技術的土台が築かれました。竣工式に朝鮮労働党ハムギョン南道委員会ウィーチョルス書記と関係者、道内の森林部門の研究者、研究所の従業員が参加しました。竣工式で発言した人は、研究所の研究者従業員が労働党の温情こもる建物と実験設備、器具、備品をきちんと管理し、科学的な資質と能力、スキルのアップを図って、森林科学技術の進歩でさらなる成果を収めるべきだと述べました。竣工式の後、参加者は研究所を見ました。偉大な金正日国防委員長の逝去12周年に際して、17日の労働新聞に、
偉大な金正日同志の強国の願いを実現し、全面的国家復興の新時代を力強く開いていこうと題した社説が載りました。以上でこの時間のニュースを終わります。担当はオーヨンスクでした。こちらは朝鮮の声放送です。朝鮮の声放送へようこそ。朝鮮の声放送へようこそ。平壌はこの1週間、曇りがちの日が多く、雨の日もありましたが、皆さんの地方ではいかがですか？本当に12月に雨ですから、平年よりだいぶ気温が高いということですが、でも寒波襲来で、ドカンと寒くなる時もありますね。はい。さて、12月ともなりますと、偉大な金正日国防委員長を偲ぶ思いが一層熱くなります。で、今日この時間は、金正日国防委員長を称えて、朝鮮の声放送のリスナーの皆さんから送られた文の中から一部をご紹介しましょう。ご紹介するのは、石川敦さん、石川敦さんと鈴木裕太さん、鈴木裕太さんの文ですね。はい、そうです。石川敦さんは2009年に必勝腐敗の朝鮮という文をお送りになりました。石川さんはその文で、偉大な金正日国防委員長の正しい指導のもとに、共和国が不抜の力を出してきたことについて、こう書きになりました。1990年代には情勢が急変し、苦難と試練に直面したが、朝鮮人民は戦軍の旗印を高く掲げ、帝国主義者の反社会主義策動を粉砕し、国と民族の自主権、社会主義を守った。これは偉大な金正日国防委員長の指導があったからであり、現代諸村の独立と栄誉、そして不況繁栄をもたらしてくれた。諸村の社会主義は、諸村式と言われるような独創的なものであり、現代の実情に合う政治方式によるものである。それは人民大衆中心で、主体性、民族性の強い、自主、自立、自衛の社会主義国家として、子々孫々の繁栄のための真の祖国、真の社会主義国家といえる。共和国では、金正日国防委員長が昼夜を問わず、軍、工場などの現地指導、視察を行い、人民一人一人の生活のために尽くし、軍人、労働者の労をねぎらっている。このような指導者が他にいるだろうか。金正日国防委員長と全人民が一丸となり、全社会に従従し軍事重視の気風が確立し、人民が軍人精神による国力を強化し、祖国繁栄を築き上げてきた。金正日国防委員長の指導のもとに、朝鮮は強国建設で不抜の力を出している。代わって鈴木裕太さんの文です。鈴木さんは2022年に、金正日将軍に捧げる歌という詩を作ってお送りになりました。その内容を見ますと、正義の心と思想を持って執務に熱中する人民の幸福のための施策を続ける金正日将軍、人民の願うものすべてを叶えてあげようと尽くしている、いくら険しく困難なことでも恐れることなく最善の解決策を見出している、人民が幸福営む社会の建設に貢献する、将軍は万民が仰ぐ革命家、世界変われど慣れの孫子に我生きるとなっています。石川敦さんと鈴木裕太さんの文を通じて、金正日国防委員長は人民の幸福と国の繁栄のために絶え間ない献身と努力を尽くした偉人であり、世界の進歩的な人々に敬慕される指導者であることがよくわかりますね。国防委員長は、諸村革命と世界の進歩に尽くして立てた大きな功績があって、世界の進歩的な人々にいついつまでも称えられるでしょう。ただいままで、金正日国防委員長を称えて、諸村の声放送のリスナーである石川敦さんと鈴木裕太さんから送られた文をご紹介しました。では皆さん、次のこの時間にまたお会いしましょう。
県庁が訪ねたところで、全道清涼飲料店の責任者、トンヨンオクさんの手記です。全道清涼飲料店は、多様なサービス、ユニークなサービスで、平壌市民の間に広く知られています。私たちが多少なりと成果を収めることができたのは、偉大な金正日国防衛衛生の意訓通りに店を運営したからです。振り返ってみますと、金正日国防衛衛生は、1962年の1年だけでも、3度も清涼飲料店を訪れました。店をどう運営しているか詳しく聞いてみて、いろいろな飲み物に加えて伝統料理も一緒に出すことを教えました。毎年12月ともなりますと、国防委員長への忍ぶ思いを胸に、店に秘められている国防委員長の不滅の指導の業績を胸熱く思い起こしている私たちです。その度に金正日国防委員長が訪ねたところ、栄光に輝く職場に勤めるというプライドで胸がいっぱいになり、国防委員長の意訓を必ず実行しようとの決心も固まります。プライドがあり、決心も新たにしている私たちですので、人民に国防委員長の思いやりがそのまま行き届くようにするため、人一倍努力しています。人民の間で人気が上がるテドンガンビールを多く出していますが、その一方で必要な設備を揃えて、アイスクリームといろいろな果物で、各種アイスウォーターと、パテといって蜂蜜や砂糖で味付けしたゴミ酒の汁に、松の実などのかけらをかべた冷たい飲み物、発酵酢の飲料も作って市民に出しています。ゴミ酒とエゾウコギ、イカリソウなどのいろいろな薬種が多く取れるときには、原料を十分賄ってお茶も出しています。また金正日国防委員長の崇高な意義のあたり、民間伝承の食生活に利用してきたスジョグワといって、干し柿と五葉松の実に蜂蜜などを混ぜた清涼飲料と、落酒、ドーナツ、お菓子などもたくさん作って来客を喜ばせています。これだけではありません。私たちは各換気などの設備を改造したり新しく揃えたりして、来客の求めるさまざまなパン類を作る物質的土台をしっかり築きました。試作を重ね、情熱を合わせて美味しい飲み物と伝統料理を作っていますが、全国的な料理コンテストでも優勝しました。今の私たちは、人民に美味しくさっぱりとした清涼飲料をより多く出すようにといった金正日国防委員長の崇高な思想を語り伝え、サービス精神を強く発揮しています。全道清涼飲料店の責任者、トンヨンオクさんの手記をお送りしました。